はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。キャッシーフ攻撃側ギャラクティックアサルト遊んでいきましょう。まあ、時間的にもうそろそろ終わってしまいそうなシルバータイム、ダブル XP と増援イベントが重複している時間帯ですけれども、昨日のね動画をね編集しながら見返したんですけれども、もう一切活躍してなかったですね、スーパーバトルドロイド。というわけでスーパーバトルドロイドを活躍させていきたいというので、今回はねしっかりとスーパーバトルドロイドを使っていきます。ただスーパーバトルドロイドって言いたいだけだろうっていう感じなんですけども、今回もスーパーバトルドロイドをしっかりと使っていく。アシッドランチャーがいますね。ランチャー使いが、あれは何だい、あれはウーキーの選手かい。なんか上から誘導ミサイル撃ってきてる人いなかった今撃ってきてるよね、あれあれエクスプローシブセントリーか、どっちだろうか。いたいたいた、なんか後ろにもいんのか。いるじゃねえか普通に。やめなさいよそういうの、かわいそうでしょ出てきた人が。リスポーンと同時に刈り取られてたら、回り込めるかな。一発撃たれちゃってるんだ。この辺誰かおったよね。2発目も撃たれた。この辺誰かいなかったっけ。スナイパーだと普通にいそうだよな。めちゃめちゃいるじゃん。それは許せんな、こんなところでピシピシとやりやがって。我がドロイドを一度、ん？それは敵のやつか。1個壊すか。で強化して、どこにいる、どこに持ってこうとしてる、それをしっかり見極めたいね。真ん中持ってったんだ、真ん中だね。やるね、うちのコマンド、うちのコマンドやりますね。これもスーパーバトルドロイド出したいな。右、あんな遠くまではさすがにあれなんだよな、射程圏外だから。右行かれんな、あれ右持ってかれそうな雰囲気がある。あそこ誰かいる、それ油断しすぎでしょ、撃たれるな。あの銃の光を見ると2人はいる、2人はいるっぽいね。嘘、マジか、マジか蹴ってる方だけでも取ればよかったね。というわけでこれリスロケットさ誘導しないのかな。あ、多少するね。効率鬼のように悪くない？届いてないし、届いてなくはないのかありがとうございます。鬼のように効率悪かったね。やっぱ威力は高いけど、やっぱその連射力ですね、連射力結構打たれちゃってるな。連射力を生かしてある程度近距離で戦うのがいいのかな。いるな TX130。 輸送車の1台にイオンダメージ、これ一旦立て直し必要だな。一旦立て直し必要ですね。なんかいるじゃん、そこ飛行機か、ありがとう。めちゃめちゃいるよそこ。
高密度の連射ですね。オーバーロードの時間長くするスターカードもねつけてきてるので、わからん、見えん。戦車もいるんだよな、戦車めんどくさいね。とりあえず削ろう、これで弾の密度だけで勝負しよう。こんだけ明るいってことはまだいるでしょ。壊しましょう。で持っていかれているので、どうしたあれ、あ落ちたな、かわいそうだが解釈してやろう。いやーあれは結構かわいそうだね。なんで、あークソ落ちたよー、せっかくみたいな感じに絶対になっていた。てか味方いない、爆発的な火力を見たか。はい、結構この辺から出てくんだな戦車も。大型変輸送車撃たれてる、撃たれてるね。あんまりよろしくはないね。拾うの阻止したいけど、意外とねこの暗いキャッシークの夜にはスーパーバトルドロイドだいぶやべ、痛い、きついです、さすがにきついです、正面から撃ち合うのは。止めていきましょう。ちょっと戦車何もさせない方がいいな、あれ戦車には常に気を配っていこう。撃たれたか、ですよ。削りましょう削りましょう、まあ、こっち150で出れますからね。まあ、とにもかくにも戦車ですね、戦車に詰めていきましょう。戦車戦車、まあ、残念ながらね明かりが明かりが見えちゃってるんでね、戦車は戦車は明かりが見えちゃってるんで、あれは戦車でうまい飯を食ってきたムーブなので。いるね戦車、まあまあいるね、いるじゃん。ヒーローを狙いたかった俺はヒーローを狙いたかったな。ファズマ姉さん任せろ、ハンストロがいるぞその辺に。なんか持ってきてるよな、持ってきてるのは止めた方がいい。上か、詰めましょう。ナイス、撃たれるな、撃ってる車線をしっかりと見るのも大切。輸送車の攻撃を受けた、戦車しぶといですね。本当はヘビーを出していった方がいいんだろうけど、いて2匹目、2匹目ちょっとヘビーも出すか。これは次のフェーズから延々と戦車を狙っていくムーブの方が強そうだな。戦車にね好き放題やられないというのも非常に大切なので、まあなんだかんだでねイオンディストラクター撃たれた後にしっかり撃たれてるんで大型変異装車が。
結構68は辛いところなので、バズマ姉さんやられたか。いやー簡単に打たせちゃダメなんだけどな。そうそうそう、簡単に打たせないムーブが必要。打てて。壊せ壊せ。全然壊れないな。壊れませんね。まあ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 、狙いましょう、しっかりと。常に支援者に強迫状取られないかどうかは見つつの戦車狩りですね。戦車は下がったのかな、まあ、下がってくれる方が楽なんだけど、あー下がったね。どこにいる？痛い。最終起爆シークエンス開始。味方はしっかりやってくれるんで、私は戦車隊ですね。ちょっと待って、後ろだな。途中でトイレ行ってしもうたな。なるべくいいところにイオンタレットを置いて、それをおとりにしてイオン魚雷を打ち込みという、そのパターンで持っていきたいね。そう、結構ヘビー出してくれた方が嬉しいかも。タレット準備よし。プレッシャーかけていきますか。戻れ、お前は故障している。置けるようには見ておきたいな。倒すで逆サイドな、ちょっと位置が悪いね。一旦外しましょうか。ん？これパワーブラー飛んできてんな。パワーブラーが飛んできている。やばくなったら下がってっからな。ずーっと狙っていけば、てか置けてないのか、置いてないの置いてないの。そんなきついな、かなんかそんなきついか。ボスク頑張ってるじゃん、中で人足りてねえのか。それはちょっときつそうね。置けるよね。突入突入。新たな敵を確認。極めて危険。突入突入。これあれかな。中を任して。パルパティンやられてる。でもアナキンも倒してる。どこ、ここいけるか。ナイスータンクよノーリスクムーブすぎて
敵クルーザーは離陸準備を開始している。前方部の後方の燃料パイプを爆破せよ。あの船を破壊せよ。タンクノーリスクムーブすぎてあれなんじゃないの。プレッシャーも皆無になってない。大丈夫？タンクよか。もうここにいてもしょうがないな。はーい。はい。前方バイクラインで秒読み開始。いけ。ハンソロに打ち返された。もう普通にスーパーバトルドロイド使っていくか。解除してるねそれは。いや、そこ好きだらけなんだけどな。突っ込んでてくれればいいのに。昔と違ってガードしながら外すことできませんからね。え、みんなすごい上で下がってきちゃったけど、みんなすごい勢いで下がってきちゃうはダメでしょ。ちょっとあれか、セーバー系いないから圧力少なめなのか。いるじゃん、横にいるぞ。どうしよっかな、ロケットドロイドの方が良さそうか。なんかある程度圧ないと守りきれそうもないんだが、大丈夫かな。すげえ不安なんだけど。突っ込めドロイデカはまだ出したくないな。ボスクニーヤン頑張ってるな。味方とうまいこと息が合っておらず。そういえば最強戦車部隊どこ行っちゃったんだい。あ、いることはいるね。いることはいる。ちょっと音速きついな。撃っていきましょう。さあ徐々にラインを上げていくぞ。どうなってんの？それ反則どうなってんの？いてー！いてー！君なかなかあれだね、ジャンプを生かした位置取りになっているね。後部燃料パイプに爆弾を仕掛けた。タンクはもうおらんのか。外されてるけど。これつけてくれると嬉しいんだけど、誰もいないか。あ、オッケーいいよ、俺が牽制してよ。早いな、下がるの。下がるのは早すぎるんだってば。ちょっとあれなんだよな、ヴァンガード怖くてオーバーロード無理だな。何人いるのそこ。そこ何人おんの。ありがとう。
さすがに私も控えてますけど、横からヴァンガードが突撃してくるのは怖いんだよ。さすがに守りますよ。まあ綺麗にタンクの仕事も阻害できたし、よかったんじゃなかろうか。ちょっとね、あれを放置しとくとスーパーバトルドロイドどころの話ではなくなる可能性があったので、なかなかね難しいんですよ。まあそうでしょうねまあそうでしょうね。ただあれに仕事をさせないことによってポイントは稼がれていても、特にね戦局を大きく左右する動きにさせなかったというのは、これも一つの勝ち筋ではないかと思います。はい、というわけでぜひね、このダブル XP ボーナスを生かしてレベル上げやってみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。